ていうかさね、俺さ、はい、あの、なんだっけ、ヴェルディに戻った時に、はい、俺、吉崎一緒にやってると思ってた。いや、やってないですよ、プロだ。やってないね。はい。ねえ、びっくりした。あ、俺、かぶってないんだと思って。じゃあ、あの、俺が完全にさ、前十字やって練習してる時に、え、その時何年で来たの？高、え、いや、高 中3で高校生の練習出てたんですよ。高3の。そうだ。はい。あ、中3。で、さらに年下の弟がいて、そう。それが小6ぐらいだった。そうです。そうだよね。はい。あー。なので、だから、キジさんが前十字やって、うん。で、ユースで練習してたじゃないですか。ああ。多分、チームどこも入ってなかったですよね。はい。そうですよね。クビになっちゃったんで。そうですよね。そうだ。そう、キジさん満了で、前十字のリハビリで一緒に多分ユースでやってたんですよね。そう。で、それで僕も中3でユースの方の練習行ってて。うん。その時にキジさんと初めて会ったんですよ。そうだよね。しかも家買ったんですよ、新潟に。マンションって。でも、もう、永住じゃん。新潟が必要としてくれたらいいですけど。ああ。大丈夫だ。だから、かなり不安です。だから、怪我って、どうなんですか、うん、した後、しっかり戻りました。いやー、いや、でも結構時間かかるよね。時間かかりますよ、やっぱ。え、半月板はやってる？やってないです。もう前十字だけ切れてたんですよ。あ、だけだ。前十字だけ、はい。全然損傷だったんで。大丈夫ですか？うん。初めだけちょっとなんか感覚がちょっと違うけど。あ、そうなんですか。うん。全然大丈夫。そう、半月板やると痛いって言うじゃないですか、ね。やばい。どうだか。僕はもう全く何も前十字がいなかったんで。大丈夫だよ。もう一回やんなきゃ大丈夫。いや、頑張ります。しっかり、リハビリ。怪我は順調なの？順調に、リハビリは進んでんの？かなり順調に進んでて、なんか筋トレとかも結構やれてるんで。可動域戻んないとかじゃない？大丈夫？可動域、あの、今、120度ぐらい。まだそんくらいか。そうだね。そんなもんです、まだ。2日間だもん。まだ20日だもん。そうっす。120度で、どういうか。じゃあ全然あれじゃん、まだなんかこう違和感がありまくりの。ああ、そうっすね。ねえ、全然違和感はまだ全然ありますね。なんでこんな曲がんねえのみたいな感じでしょ。そうっす、曲がんないのと、あとこのボルト入ってるじゃないですか。なんかそれがなんか違和感というか、なんか今まで足にボルトなんて入ってなかった。俺でも、あ、取りました？取ってない。あ、取ってないですか？うん、そのまま。今もある、まだ。取んなくてもいいって言いますもんね。うん。なんかその時間がもったいなかった、俺はね。そうっすよね。そう。なんか、せっかく練習できてきてんのに、ここで何週間か離脱すんの嫌だなと思って。そうっすよね。そう。いや、僕も多分、入れっぱなしでやります。うん。一週間でも嫌だなと思って、なんか嫌だった。でも、いいっす、つってめんどくさいって。そうっすよね。ああ。いや、前十字。え、どういう前十字受賞の仕方だったんですか？自分ですか？自分じゃない。なんか、普通に浮き玉をボレーに行ったら、ブロック、なんていうの？先は足に、ボールに蹴りに行くじゃん。はい。で、膝のとこに人がブロックで入ってきて。なんか、そう。それこそ、ナスなんだけど。マリノスと練習試合、ベルディの時。あ、そうなんですね。うん。そう。でも、過信点ってことですか？そう。それで切れちゃうんですね。僕も、でも、僕は横から、吉崎の膝が、って感じだったんで。な、あれきちいな。どうしよう。どうしようもないです、本当。あれはどうしようもないわ、と思って。いや、でも、
俺がもしパスしてるやつだったら、うわすげえ申し訳ないことしたってなってると思う俺。なんかハメパスじゃないけど、あのパスでこんなんなっちゃうんだって多分ちょっと思っちゃう。だからまあでも難しいよな。いやむずいっす。あれはでももう俺も自分の足出した判断が悪いって思うしかないし、もう本当運が悪かったなって思うしかない。確かに。結構じゃあ順調だね。そうなんですよ、順調にいきそうなんで、まあどうにか頑張れてるっていうのと、うん、あとはまだ最初のまだ1ヶ月ぐらいなんでこっからじゃないですか多分きついの。あ、確かにな。あ、そうなんですよ、なかなかきついな。まだまだどうなるかわかんないしな。そうなんですよ。確かに。でも来年は契約あるんでしょ？ないの？もうそんな話してるんじゃないの？なんか一応あのまだそういう話は。ああ。みんなまだ。ちょっと。俺怖えわ。キジさん。いや俺はマジで、うん、これに関しては別に僕自身別に全然言っても大丈夫なんですけど。あの、なんかいろいろもう、怖えわ、無邪気。キジさん、マジでさっきだ、ほんと俺の、すいません、俺がびっくりしちゃうよ。いや、ほんとびっくりしますね。うん。でも、あれじゃん、余裕で開幕間に合わないじゃん。はい。何月復帰予定なの？何月だろうな、4月の後半予定なんですけど。復帰予定。はい。それは、完全に試合出れるのが4月の後半じゃなくて。そうですね。いや、そうですね、多分。あー、そういうことね。おそらく、そこを、目指してというか、していくっすね。じゃあ、でももうさ、そしたら、余裕で。そうですね。はい。2月。合宿とかぐらいにはさ、多少は入れんじゃないの？いや、キャンプはギリギリ多分間に合わない。めちゃくちゃ走ってるぐらいですね、めちゃめちゃ多分。あで、開幕ぐらいで多分みんなと練習するぐらいですね。多分、ま、マジでもう一回とかやったら地獄だな。頑張れ。いや、キジさん一回っすか？俺一回一回ですか。いや、キジさんの本当聞きたくて、そのリハビリっていうか、だって言ったらだって僕の今の状況で契約満了になったってことっすもんね。そう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 、ベルディにね。それ結構やばいっすよね。だから時期的に、んなことなこと何月にやった？先月なんで9月です。9月の中旬にやりました。あ、俺8月4日かなんか、オペ日かなんか。あ、それで12月に満了する。間に合わなかった。ああ、間に合わなくて。でも、手術するときに、でも結構エグかったよ。手術するときに、お前、契約1年しかないけど大丈夫かって言われて。やばいっすね。できないじゃないですか、だって。マジで、いや、どうしよう、手術しないでやる選択肢した方がいいのかなとか思ったけど。だけど、いや、もういいです、やりますっつって。そうっすよね。だって、キジさんもだって、切り返しとか、そういう系ですよね。だってもう、キュッキュッて動くタイプだから。そうだな。そりゃきついっすよね。まあでも、初め、まあでもよかったよ、俺逆に。でも、場所だけあってよかったよ。ああ、練習するっすか。高校生と、ベレーザと、明治大学と、全部行ったからさ。僕らと練習してるときはどれぐらいだったんですかね。もう半年ぐらいですか。あれ何月だろうな。ぐるぐる巻きに。そうですね、ぐるぐる巻きでやってましたね。なあ、あれどんななんだろうね。いや本当に、でも結構僕は衝撃でしたね衝撃的な
大丈夫？陰で言われてなかった文句。いや、全然言われてないですけど。なんだよとかって言われてない。いや、なんかメンバー外の方に入るじゃないですか、キリさん、どうしても。うん。それでめちゃくちゃ、あの、切り返しとかでシュート決めてくるから、スタメン組すげえ怒られるんですよ、俺ら。まあ、もうキジさん、だってキジさんじゃんってみんな思ってました、多分。だってあれプロじゃんっていう。いや、どうだよな、ね、俺も必死でやったしな。いや、本当にすごかったっすよ、キレが。うん、必死でやった。あの当時いくつなんだろう、キジさん。え、30ぐらい。30ぐらいですよね、ちょうど一緒ぐらいですもんね、うん。そうそうそう。いや、そうなんですよ。だから、すごい覚えてます。で、あのユースがクラブユース出場権逃したの覚えてますよ、僕ら。いや、覚えてない。いや、川野くんたちで。うんうんうん。で、僕ら、あの、逃したんですよ。うん。最後。うん。そしたら、ユース全員坊主になったの覚えてないですか？あー、あったかもなー。それで、キジさんと僕だけ坊主じゃなかったんですよ。僕中3で。ああ、そうか、そうか、そうか。で、キジさんもトップだったんで、うん。2人だけ坊主じゃねえなって、キジさんにずっといじられてました、俺。気まずいよな、だってな。いや、でも結構耐えましたね、あの時は。確かにな。僕、言いに行ったんですよ。あの、うん、坊主にします。いや、坊主にしないですって。しないです？はい。なんか、柴田さんだったじゃないですか。うんうんうん。めちゃめちゃみんなビビってる中、うん。なんか、いや、もう親父もハゲるし、親父もハゲてるし。いや、笑えないからな。いや、でも本当に僕も将来ハゲるんで、うん。あの、やりたくないですって言ったんですよ。ああ。そしたら柴田さんが、そんなこと言うやつ今までいなかったわって言って、いいよ、じゃあ坊主にしな。坊主にしなくていいから。軽く髪切ってこいみたいな感じで終わったんですよ。ああ。そしたら、あの、キジさんが、お前すげえな。え、そう。お前一人だけだぞ、とか言って。超いじられました、キジさんに。やばいな、マジで。すげえよな。